単調チックはマンガムから発売されている男性用化粧品の一つである。1933年に発売され、現在まで販売され続ける商品としてその名を知られる。チックはコスメチックを略して付けられた名称である。チックは日本が明治期に入り国内で流通していた瓶付け油に代わるものとして1900年代初頭からフランスから輸入され始めた。 国内では、普ツ・ピノー社から発売されていたチックが、当時最も売れていたため、大阪で、輸入雑貨品の販売を専業としていた、大崎組紹介を経て、同社倒産後はその後継として設立された、金鶴香水の初代社長として抜擢された、西村新八郎も、海外から入ってくる製品に外貨を渡すのではなく、自らで製品を開発せねばならないと危惧していた一人であった。 こうした中で、単調チックは1933年4月1日に発売される。手を汚さず、持ったままで塗って、髪型を整えられることに加え、折しも当時国内情勢不安定化の中、また国産品愛用の動きも寄与したこと、さらには当時の日刊誌に国産化粧品の最高基準品、パリ製に勝る単調、 ちつくというキャッチフレーズを用した広告を幾度も掲載したことで評判を呼ぶとともに当時のモボモガたちに愛用され戦前戦後を通して同社最初の大ヒット商品となり同社を支える柱となったこのヒットを受けて金鶴香水は単調シリーズで1927年に発売された単調香油や単調ポマード1932年発売の 単調ほほくれない。1934年発売の単調クリーム。1935年発売の単調ヘアローション。1936年発売の単調ブリランチン。1947年発売の単調コーボクリーム等。1952年発売の単調コールドクリーム。1957年発売の単調ホルモニック等が発売された。 戦後1959年4月には、単調ブランドの知名度から、金鶴香水は単調株式会社と社名を変更するに至る。戦後の広告には、当時の映画スターとして知られた、三船敏郎などが起用された。当時は、柳屋本店の柳屋ポマードとこの単調チックが、生発量のシェアを二分していた。しかし単調チックは、 その後1963年に資生堂から発売され、斬新さを前面に押し出した男性用化粧品 MG5 シリーズの登場により、その画像に亀裂を生じ始める。1969年には MG5 がフルラインアップ化にしたことにより、たちまちのうちにシェアを奪われることとなった。これにより、単調は一時倒産寸前にまで追い込まれることになる。 追い詰められた単調は、当時の資生堂の MG5 のコンセプトが、都会的なイメージに満ちたスタイリッシュな男子を、標榜していた戦略に対し、男らしく、武骨な男をイメージした戦略であるならば、都市部のみならず、地方でも勝負できうると踏むとともに、同コンセプトでマーケティングを重ね、1970年7月に、チャールズ・ブロンソンをイメージキャラクターに起用した。 マンダムシリーズを発売。これが騎士改正の一打となり、m g 後に奪われたシェアを再度脱回することに成功した。その後は、資生堂とマンダムが拮抗する中で、新たに金棒化粧品がエロイカシリーズを送り込んでくるなど、三つどもえの戦いを繰り広げていくことになるとともに、これまでに発売された単調シリーズのシェアは、次第に縮小していくことになる。 1971年4月、単調は社名をマンダムに変更。単調の時代は終焉を迎えることになる。マンダムの土台を築いた商品として、今も同社が1969年に現地企業と合弁して設立したインドネシアの現地法人が持つ工場で生産されている。現在、日本国内ではレトロなデザインの単調チックのみの発売になっている。 またかつては、大・中の2種類が販売されていたが、現在は大のみの販売となっている。ありがとうございます。